ト門交差岩は中国と門字右岸は北朝鮮南洋労働者区。遼寧省丹東市にある中朝遊戯橋。中央の橋は中国側で途切れた王力港断橋上川口国門鉄道橋、吉林省にある中朝偏海非中朝国境は中華人民共和国と朝鮮民主主義人民共和国との間の国境である。国境線の総延長は 1> 約1 4 2 0トルであり、その内河川による自然国境が93%を占める。中朝国境は、王緑港、白桃山及び都満港から形成される。中朝国境の内王緑港が7 9 5トルを占め、全長の56%に相当する。都満港が国境全長の37%を占めるほか、 白桃山が1 0 7キロメートルを占める。都満港の川口から約1 7トルの地点が中朝国境の北東側の終点であり、中路国境と路朝国境の起点を形成する。国境に接する最大の都市は中国の遼寧省丹東市である。対岸には北朝鮮の平安北道新宇樹市がある。二つの都市は、 国境生誕の公海に面した王緑港デルタ上にあり、中朝遊戯橋で結ばれている。王緑港には205の島がある。北朝鮮と中国との間の1962年の国境条約により、それぞれの島に住んでいる民族によって所属国を分けた。北朝鮮は127、中国は78の島を有している。この分割基準により、黄金壺などの一部の島は、 川の中国側に位置しているが北朝鮮に属している。両国ともデルタ地帯を含む王緑港の航空権を有している。王緑港の源流は白頭山の天地であり、ここは満州民族と朝鮮族の発祥の地であるとされる。この湖は国境の東側を形成する都満湖の源流でもある。中国の東北地方、特に国境に面した遠辺朝鮮族自治州には、 数多くの朝鮮族が住んでいる。朝鮮半島発の統一国家である白木の領土は大道庫下流域までであったが、高来の前世時になると北西部の領土は王緑庫の下流部にまで広がった。その後に市朝鮮の前世時には北の境界は王緑トマン庫に達した。明はトマン庫の両岸に地方行政機関を設置し、朝鮮に隣接する。 トマン港の南岸に、カイネー、フ、ネ、カネ城、イン城、ヨロコビゲン、ヨロコビ京の6つの町を設立した。1712年、朝鮮政府は、真の港規定の要求に応じて、王力港、トマン港の共通の源流である天地のある、白頭山の境界を明らかにするために、僕活動を派遣して、調査を行い、白頭山から南東に4キロメートルほど下った。 地点の分水霊場に、大神ガラスらつ相関、僕かつ登る笹ぐむねえ作編、イタリコの新士、西多目かも緑東ためども、高分水霊場を6位下目記と記された石碑を建てた。これにより、天地や白頭山の山頂はすべて新の領土に含まれた。1885年9月から11月にかけて、新朝両国は、木のととり寛解と呼ばれる、第一次艦海を実施した。 朝鮮側は石碑に記された土門とは土門港の北にある土門豪のことであるとし、その間にある真島の領有を主張した。清は自然な国境は土門港であるとして譲らず合意に至らなかった。1887年4月から5月にかけて定外寛海と呼ばれる第二次寛海が行われた。両国はいわゆる土門豪と土門港が トモン港と同音であり、同一の合戦であることに、全会一致で合意したが、トマン港の源流がどこであるかで意見が相違した。朝鮮側は、トマン港の最北端の支流の高度水、清は最南端の支流の石をつ水が源流と主張したため、またも合意に至らなかった。白東山付近の中朝国境線日清戦争で、清が日本に敗れ、清は朝鮮に対する、 創始国としての地位を放棄して1897年に大韓帝国が成立した。大韓帝国を保護国とした日本は、当初は朝鮮の主張を継承して、ま島は朝鮮領として扱った。さらに、1907年の調査によって、土門は松花江に流入する現在のご道白川であることも確かめた。しかし、1九百九年九月四日に結ばれた、 日清協約では日本は清における他の権益を譲歩させるため、真の真島領有を認めた。1910年に日本は大韓帝国を併合し、中朝国境は日中国境となった。1932年に満州国が成立し、国境の両側が日本の勢力圏となった。1945年の日本の敗戦により、日本は朝鮮から撤退。 満州国は崩壊した。1948年に朝鮮民主主義人民共和国が成立した後、中華人民共和国は白頭山と天地の一部を北朝鮮に割上するよう北朝鮮からたびたび依頼された。1962年、周恩来中国国務院総理、新規中国外交部長官、北西鉄北朝鮮外務省が中朝国境条約に調印した。 この条約により、中朝国境は、王力港、都満港として、真島は中国領とすることで確定し、白頭山上の天地をほぼに等分するように、国境線が引かれた。丹東を通過する北京、平壌間の旅客列車中朝国境は、北朝鮮の外の世界への生命線と言われている。中朝間の貿易の多くは丹東港で行われている。 中国の携帯電話サービスは北朝鮮側の国境から 10km の地点まで使用できることが知られており、国境地域で中国の携帯電話の闇取引が行われている。北朝鮮では国際電話が厳しく禁止されており、使用者は危険を犯して携帯電話を入手している。担当の旅行者は高速船に乗って ののの北朝鮮側のやその支流に入るる。ことができる中国の周安市と北朝鮮のマンウラ市を結ぶ鉄道橋。丹東市、周安市、トモ木市で鉄道が国境を通っている。中国の丹東市と北朝鮮の新宇ュ市を結ぶ中朝遊戯橋は国境を通る3つの鉄道の中で最も利用されている。吉林省周安市は 紙平市から4 0 0キロメートル離れた王力、工場流にあり、北朝鮮の自行道満浦市に接続している。吉林省トモ門市は、長春市から東に 527km のところに、あり、トマン港を挟んで、環境北道南洋労働尺に面している。高座車と南座車を連結した北京から平壌までの旅客列車が週4便、モスクワからのウラジオストク列車に連結する春便。 信用、担当経由の貨物列車が週一便ある。中朝国境を渡る橋は以下の通りである。担当市近くの横力港デルタ上の国境 1420km の中朝国境は穴だらけと形容される。多くの脱北者が中朝国境を越えて中国に入る。2003年中国政府は国境管理の責任を警察から軍に移管した。 中国当局は2003年に、黄力構添いの主要な脱出ルートにワイヤーフェンスを建設し始めた。中国は2006年9月から、丹東近郊の黄力鋼デルタの川岸が低く、幅が狭い箇所に2 0トルにわたる柵を建設した。コンクリートと有志鉄線による柵の高さは約2メートルから5メートルであった。2007年、 米国の当局者は中国が重要な国境の全省基地にさらに柵と施設を建設していると述べた。同年、北朝鮮は暴力港に沿って 10km の柵を建設し始め、またその地域を守るための道路を建設したという報告があった。2011年、中国により担当近くに高さ 4m、長さ 13km の新しい柵が建設されたと報告された。 また、中国はパトロールを強化しており、新しい警備拠点は、広い視野を確保するために、より高い場所に建設されていると報告された。この地域の居住者は、このような強固な国境の柵がここに建設されたのは、初めてで、北朝鮮の不安定な状況に関係しているようだと、語った。その住民はまた、以前の柵が、 有志鉄線のない3メートルの高さしかなかったので、誰でも本当にやろうと思えば越えられたと付け加えた。2014年に担当を訪問したジャーナリストは、警備体制が低いレベルであると報告した。2015年、柵の建設されているのは一部の例外であると報告された。2015年、国境の中国側を旅行したフォトジャーナリストは、柵が建設されているのは稀であり、 王力港が凍結している時ならば、そこを通過するのは簡単だろうとコメントしている。同じ報告では、国境の両側にいる人々の間の友好的交流が指摘されている。2018年、あるフォトジャーナリストが国境に沿って運転し、どこまで行っても誰にも守られていないと表現した。2015年、一人の北朝鮮兵が中朝国境に沿って住んでいた。 朝鮮族4人を殺害した。朝鮮半島の緊張が高まっている時には、国境での中国軍動員の噂が頻繁に出回っている。アダン・キャスカートによると、これらの噂は具体化するのが難しく、解釈が難しい。伝えられるところでは、2017年12月7日に、中国のソーシャルメディアにウイルス感染したことで、中国移動通信の文書が流出し、 中国政府が、長城路朝鮮族自治権と吉林省で、中朝国境に沿って5つの難民定住拠点を作る計画が暴露された。これは明らかに、金正恩政権がアメリカ合衆国との潜在的な紛争で崩壊した場合の大量の北朝鮮難民の流入に備えたものである。ガーディアンは次のように文章を引用した。国境を越えた緊張のために、 党委員会と長城路朝鮮族自治県政府は県内に5つの難民キャンプを設立することを提案した。ありがとうございます。